依頼品を見つけてくれたそうですね。感謝します。よし、これで台本作りを始められそうだ。頑張ってください。出来上がり楽しみにしていますね。うん、ありがとう。君たちもこれから大変だ。頑張ってくれよ。ん？やだな、公園だよ、公園。あの、すみません、話が見えないんですが。君たち全員に舞台に上がってもらうからね、そのつもりで。え、ちょっと無理ですよ。演技なんて私たちできませんよ。俺は昔役者経験があるかな。そんなこと聞いてません。大丈夫大丈夫。それに君がお姫様役なんだからできるでしょ。私がお姫様。はい、頑張ります。ボロ布で作った衣装だけど用意しておいたから。それじゃ、着替えた着替えた。え、でも台本書いてないですよね。大丈夫大丈夫、瞬間で書き上げるからね。着替えだけど男は外だよ。あー、夢にまで見たお姫様の衣装よ。それにお姫様といえば王子様との。私何の格好？私のはどこ？この衣装かっこいい。なんだか緊張してきたな。ええ。おい、本気か？俺がこれを着るのか？教官、まだマシじゃないですか。僕なんて。舞台セリユキ姫、始まり始まり。私はセリユキ姫。なんて美しい空かしら。木々も森の動物たちもみんなが幸せ色に輝いているわ。みんないらっしゃい。セリユキ姫はその優しい心と美貌でみんなの人気者です。そして一方、お城では私が世界一美しい王妃。魔法の鏡もいつもそう言ってくれるわ。ダメだ、あの演技じゃ。どうして僕が王妃役なんですか。スースーします。だいたいそれにのっけから説明台詞の台本なんてありえません。あれ、あの王妃ってストラタ軍の少佐じゃないか？まずい。ここで僕の素性がバレたら二度と本国へ帰れなくなる。こんな失態を知られるわけにはいかない。いいでしょう、やってやろうじゃありませんか。鏡さん、世界でダントツ美しいのはこの私ですね。なんだ、俺の勘違いだったか。ストラタの少佐があんなことするわけない。ほいほーい、魔法の鏡だよ。で、なんだっけ。ですから、世界一美しいのはこの私かと確認しているんです。ブブー。セリユキ姫っていう子が現在世界ナンバーワンだってさ。まあ、セリユキ姫ですって。そんなはずないわ。何かの間違いではなくて。間違いございません。憎い、憎らしいわ。そうよ、あの子を殺してしまえば私が返り咲けるじゃない。なら、この毒アップルグミであの子を殺してしまえばいいんじゃなくて。王妃は毒アップルグミをセリユキ姫に送りつけました。その頃、
セリユキ姫は森の妖精たちと一緒に暮らしていました。では今日も仕事へ行くとするか。行ってらっしゃい妖精さん、頑張ってね。任せておけ、行ってきます。まあどこのどなたか存じませんが、私に贈り物をくださるなんて嬉しい。アップルグミだわ。早速いただきます。これは毒だわ、大変。このままでは死んでしまう。グテ。やった、やったわ。これで名実ともにナンバーワンよ。やっほーい。そう、シェリユキ姫、どうしてどうして死んでしまったのだ。そこにすごく偶然通りかかった王子が登場します。失礼妖精さん、その美しい女性は誰かな。この方はシェリユキ姫、何者かに送られた毒アップルグミを食べてしまい死んでしまった。なんてことだ、私のキスで目覚めさせてやりたい。わかった、好きにしてくれ。では、私のキスで目覚めておくれ、セリユキ姫。きたー、よかったぞ、またやってくれ。このあと、セリユキ姫は奇跡的にその目を再び開けて、王子様と長らく長らく幸せに一生暮らしたとか暮らしていないとか。一方、チェリユキ姫に毒アップルグミを送りつけた王妃は、チェリユキ姫が奇跡的に復活を遂げた事実を聞き、そのメガネのレンズにひびを入れたそうです。魔法の鏡も怒り狂った王妃が叩き割ってしまい、ジェリア、うまくいったみたいだな。魔法の鏡は一枚もなくなってしまった。顔が近い。キスしたふりだと分かっていても恥ずかしいわよ。まだ拍手が鳴り止まない。もう少しこうしていいよ。ん？顔真っ赤だぞ。どうかしたのか？はい。いえ、なんでもないです。どうしたんだよ、ジェリア。ん？成功だったね、ありがとう。兄さんたち、何かあったんですか。キスするふりをしてのぼせたんじゃないか。ふりぐらいでのぼせるなんて子供じゃないんですから。だな。さて、公演も済んだことだ。俺たちは俺たちのやるべきことに戻るとしよう。マリクさん、ちょっと待ってください。なんだ。あなた、舞台でいい役割に徹していたと思いますよ。そうか。ぜひ一つ称号を送らせてください。名脇役というのはどうですか。まあ主役って年でもないからな。ありがたく受け取るとしよう。ヒューバートはだんだんと演技に熱を帯びていったな。あまり無様なものを見せると観客に悪いと思いましたからね。プロ意識ってやつ？どうでしょうね。人がそう言うのなら
そうかもしれませんね。ねえ、アスベルとシェリアどうしたの？え、何ソフィー、二人ともおかしいよ。そんなことはないさ。演技に夢中になって少しぼーっとしたっていうか。ぼーっとって？本物の役者は舞台が終わっても役が抜けきらないと言います。兄さんたちもすごいじゃないですか。ああ、そうだな。え